結構ね、あの痛みがしっかりしてて、薄いの濃いのとか混ざってるんですね。なのでより本物っぽいウッドデッキとなってます。絶対に外交で後悔しない、どうも外交デザイナーの宮です。本日はおしゃれな庭って結局何が違うのっていうテーマでお話をしていきたいと思います。皆さん大体の方がですね、庭作りで予算限られてる方が多いと思います。その中でもやはり予算内に抑えたいし、なるべく安く済ませたいという方多いですよね。なのでどうやったら低コストでいかにおしゃれな庭を作るかっていうところをポイントでねお話をしていきたいと思います。で、実際に値段が全てじゃなくて、高価なアイテムを取り入れなくても組み合わせ次第でおしゃれに見せることができるんです。また適当に決めてしまって、なんとなく流れでやってしまうと、思ったより高い設備が入っていたりとか、不要だったのに入れてしまったみたいな効果にもつながりがちです。なので本日は低予算で DIY とか自分でやる作業も含めてなんですけれども、いかにおしゃれに見せるか、費用も抑えつつ見た目も良くっていうところのね、両立を図れる動画となっております。なので今日もね、この動画を最後までご覧いただければ、素敵なお庭が手に入ることが間違いありません。なので必ず最後まで動画をご覧いただくようにお願いします。でね、今日はこういったお庭のテーマで解説をするんですけれども、普段はね、外構の新築だったり、外構の予算デザインとかね、幅広く全体を網羅できるようなお話をしております。今後こういった有益な情報を見逃したくないという方、今のうちにチャンネル登録の方をお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでね、まずお庭についてなんですけれども、結構お庭って最初の新築外構の時に予算を入れて完結させようとしがちなんですけれども、お庭は後回しでもいいんじゃないかなと思ってます。なぜかというと、やはり限られた予算の方が多いので、例えば700万800万1000万出せますよっていう方であればいいと思うんですけれども、じゃあ、あの予算200万300万っていうね、現実的な価格帯の方がお庭まで一緒にやって完成させようと思うと、予算のバランスが難しくなっちゃうんですね。まあ、例えば駐車場に50万60万かけましょうっていう時に、門柱とかアプローチとかね、植栽とか様々なアイテムが必要なんですけど、そこでじゃあウッドデッキもね、欲しいから採用しようと思うと、限られた予算でウッドデッキをつけなきゃいけなくなっちゃいます。そうなると本当はね、大きいウッドデッキ欲しかったのに諦めて妥協してちっちゃいウッドデッキがついちゃうみたいなことにもなりかねませんよね。ってなっちゃうと、実際使わないウッドデッキが完成したりしますので、ちょっともったいないのかな。なので、あの予算のバランスとかを見ながらなんですけれども、お庭だけを別工事という捉え方もありなのかなと思います。なので外構は外構で新築の時に終わらせて、2年後3年後4年後5年後ですね、再度ご依頼いただいて庭だけを予算をかけて作る、これが一番いいんじゃないかなと思ってます。傾向としても、まとめて一緒にやりたいという方もいるんですけれども、この考えを理解してくれて、数年後にご依頼をいただいて庭を別にね作るパターンもありますので、このあたりはまあ皆さんの思考考え方によるんですけれども、一番おすすめはそういった考え方をしてます。当然さっきお話したように、1000万とか700万ぐらい高額の予算を持っていれば、初めからまとめてやってもらっても十分な庭を作ることはできると思います。皆さんの予算感次第ではあるんですけれども、ここの考え方っていうのもちょっとね、頭に入れつつ今日の話聞いてみてください。でね、まず低予算で誰にでもお庭を素敵にする方法5選解説をしていきたいと思います。やはりね、皆さんこう予算感も違いますし、いろんな手法があると思うんですけれども、一般的な商品ばっかりお話してもしょうがないので、ちょっとたまにはね、こういったお話もできたらと思います。まず一つ目、 DIY の活用です。さっきお話したように、予算次第ではあります。で、よくある代表的なお話をすると、人工芝とかが代表的に挙げられやすいです。人工芝っていうのは、まずロールで整うんですね。本当大きい、なんか絨毯みたいなイメージです。巻物のロールです。それをこう引いて貼っていくんですけれども、まず流れとしては、人工芝の下地を作ります。整地とか点圧をして地面を整えます。その次に防草シート1回敷くんですね。で、敷いてもらって、今度人工芝を上から貼っていくっていう流れになります。貼り方としては、1回ロールを敷いて、ぶつかるところに関してはハサミとかカッターナイフで切って、またそれをね、あの全部敷き詰めていく形です。で、固定に関して言うと、ピンでハンマーとか叩いて染めていく流れです。まあ、そうすることによって風でも飛んでいかないような人工芝を作ることができます。で、人工芝はこれ外国屋さんに依頼してもらってももちろんいいです。ただ結構費用が高額になりがちなので、商品の価格も高いですし、施工費も高かったりします。なので DIY でやる場合は、ネットでね活用して、楽天アマゾンとかで皆さん買っていただくのもありでやるというのを覚えておいてほしいです。これもちょっと解説させていただきます。はい、こちらの商品になります。こちらですね、一応人工芝 DIY でできるように、ネットで売ってるものですね、こちらご紹介させていただきたいと思います。これ 2m×10m、 1m×10m とかね、芝丈 35mm っていうのがありますので、もうお好きなものを選んでもらえればいいのかなと思います。まずロールタイプですね。ロールの人工芝があって、ピンで留めていくっていう流れです。で、一応透水もしっかりしてますので、水たまりとかにもなりづらいですよっていう売りですね。そういった人工芝となっております。金額に関して言うと、だいたい 11,999円の12,000円ぐらいの費用感から購入することができています。人工芝に関して言うと、たくさん楽天アマゾンに種類ありますので、どれ選んでもらってもいいのかなと思うんですけれども、今
こちらをご紹介はさせていただきました。で他にもねどれ選んでもらってもいいので、まあ、ご自身で買ってもらって設置してもらってもいいですし、外国屋さんに購入してもらってそれをね施工をお願いしても自分で DIY してもらってもいいと思います。どちらでも問題ないと思います。でね、人工芝のメリットとするとシンプルにこう機能面として雑草が生えにくくなるっていうメリットも当然ありますよね。さっきお話したように防草シートの上にさらにシートをかぶせるんで雑草対策にもなります。で継ぎ目とかブロックの際からはどうしても生えてきちゃうんですけれども、まあ、これはしょうがないです。他にもメリットで言うとやっぱ目で見てね綺麗なんですね。緑なんでコンクリートのお庭とかよりも緑がある人工芝とかちょっと綺麗に見えるじゃないですか。そういった意味合いです。なのでメンテナンスもそうなんですけど小さいお子さんでね遊ぶこともできる上にこういった見た目も良くなるということでね人工芝は結構取り入れやすい商品となってます。なので皆さんね人工芝気になっている方はぜひねこれも採用してみてください。続いて2選目ウッドデッキです。ウッドデッキもいろんな商品がありますよね。中にはどれを選ぼうか迷っている方いると思うんですけれども基本的に人工木天然木がありますのでメンテナンスをあまりかけたくないという方であれば人工木の方がおすすめだったりはします。これもね天然の方が実は高くつきますのでコストを抑えたい方は人工木のウッドデッキがおすすめです。で人工木で一番コスパがいいやつこちらもご紹介します。こちらです。リクシルさんのキララステージというウッドデッキになります。こちらなんですけど正直キララステージって結構効くかもしれないですけど一番シェア率が高いメジャーなウッドデッキとなってます。なのでコスパよく抑えたい方に関しては一番おすすめです。色合いも5色ありましてグレーウッド、ペールウッド、ライトウッド、ミディアムウッド、ダークウッドの5色展開となってます。サイズとかたくさんありますし、まあ、オーダーで作れますのでここある2件の5尺ぐらいのサイズだと27万5000円という金額になってます。キララステージってやつはまずコスパがいいです。でもうちょっとハイグレードものですとおすすめをしているのが高翔さんのエバーエコウッドリアルっていう商品があるんですけどこれが結構おすすめです。ただやっぱり今回のテーマであるコスパ良くとかだったらキララステージの方がいいんですけれども見た目も良くなおかつ耐久性もしっかりしているものだったらエバーエコウッドリアルが綺麗だったりします。これ実際の画像ありますのでご紹介します。これ実例なんですけれどもこんな形の現場です。まあ写真とかだとちょっと分かりづらいかもなんですけど結構ね傷みがしっかりしてて薄いの濃いのとか混ざってるんですね。なのでより本物っぽいウッドデッキとなってます。これねカタログの写真も見てもらったら分かるんですけどもう濃いの薄いの混ざってるんですね。で本物っぽいウッドデッキです。板の1枚1枚ね色の違いがあるからよりリアルっていうところとさらにね汚れが付着しにくく水で洗い流しやすいんですよね。ここが大きな特徴だったりはします。で平米単価で 56,400 円ぐらいなのでちょっとさっきのキララステージよりは高いんですけれどもいいグレードのものが欲しい方はおすすめです。でさっき言ったね施工事例とかを見ていただいたら分かるんですけど雰囲気出ますね。やっぱり本物っぽさが出ますのでよりリアルさ効果によく見せたい方に関してはおすすめだったりはします。でこのねエバーエコウッドリアル実際のこの実例でも奥行きこれ1500ぐらいあるんですよ。結構広めに撮ってます。でしかもねこれは通路的な形の役割で1500なんで結構 ゆたりのあるウッドデッキでなおかつ降りるとねタイルデッキのスペースだったりとかコンクリートのスペース人工芝のスペースを作った現場となってます。まあ、こういった形でねちっちゃいウッドデッキもうまく組み合わせ次第でおしゃれに作ることができますのでこれもね覚えておいてほしいなと思います。続いて3選目オリジナリティのあるデザイン、まあ、これコスパとちょっと離れるかもなんですけど、まあ、ご覧いただきたいと思います。これ実際のねうちの実例です。こういった形でウッドデッキとかタイルテラスもあるんですけれどもオリジナリティあるデザインで仕上げていただくとおしゃれに演出できます。これはねさすがに DIY じゃ難しいので外国屋さんに打ち合わせ、まあ、デザイナーさんに書いてもらうしかないんですけれどもタイルのスペースもちょっと広く取ったりとかね造作のベンチとかねウッドデッキもアクセントで作ってみるとか、まあ、そういった形で構築していけると綺麗に仕上がったりします。でやっぱりねお庭の活用の仕方ってバーベキューしたいとか、まあ、中にはね洗濯物干したいだけですとかね家からの通路の階段だけでいいですとかお子さん遊ばせたいです、いろんなね皆さん目的が違うと思いますので自分が何をしたいのかっていうのを合わせて検討していただくと無駄がなくいい感じのお庭ができるかと思います。やっぱり遊びたい方とかだったら人工芝を敷けばいいと思いますし、まあ、景観的にねおしゃれな空間を作りたい方であればこの画像みたいな形にすると綺麗ですし、まあ、反対にもう何もしません洗濯しか押さないのであれば全面コンクリートとかでもいいわけじゃないですか。なのでねまず目的を持って検討していただけたら皆さんが求めているものというのが作ることができますのでぜひこれも参考にしてみてください。続いて4選目緑の活用です。これはね植栽とかをネットホームセンターでもいいし、まあ、それこそ外国屋さんに依頼して植えてもらってもいいと思います。やっぱりシンボルツリーとかちょっとぐらいあった方が綺麗は綺麗です。いつもお話するんですけどメンテナンスその分大変でかかってはきちゃうんですけれどもないよりはあった方が当然綺麗です。これもね実用見ながらちょっとお話をしたいと思います。周りにたくさん入れすぎるとメンテナンスも大変なのでこんな形でシンボルツリーかっこいいの1本だけとかでもいいと思います。
この画像でも1本大きいのありますね。これね、シンボルツリーで青玉という樹木です。落葉樹なんですけれども、こちらを植える。で、アプローチのところに植わってる下草、低木ありますよね。これはめちゃくちゃメンテナンス楽なので、そこまで気にしなくてもいいと思います。高木に関しては青玉っていうのは成長が比較的ゆっくりだし、虫とかもつきづらいのでおすすめです。ただ費用がね、初期コストちょっと高め、5万とかそれぐらいはするんですけれども、最初の初期投資と思ってもらって、成長がゆっくりな分ね、剪定とかはあまり手間がかかりませんので、苦だったりはします。で、こういった下草、低木に関して言うと、ホームセンターにも売ってるし、数百円から1000円ぐらいで買えますので、トータル全部植えても、まあ、数千円で済んだりはします。なので、こういった下草とか高木をうまく活用していただけたらいい感じになりますね。で、これもね、ちょっとイメージしてもらいたいんですけど、何もない植栽でより、こういった形でシンボルツリー1本と、植栽、下草があった方が、なんかおしゃれに見えますよね。なので、ちょっとでもいいので、そういった植栽の活用もうまくしていただけるといいのかなと思います。続いて5選目、機能性がしっかりしている外光。こんな形です。まあ、これね、かつてルームツアーでご紹介させていただいた現場にはなるんですけれども、やっぱりいいデザインってデザインだけじゃなくて機能面もすごくいいんですね。だからこそ憧れるというか、こんな家住みたいなとか、私もこれ真似したいなってなるんですね。だからベースでデザインだけじゃなくて機能性もある程度担保しつつ、見た目も良くなるように工夫していくことが大事だったりはします。なのでこちらはすごく実用性こだわってる現場なので、見ての通りクローズ外光です。で、家の前のね、門周りもすごくタイル張りとかでメンテナンスが楽な仕上げで、なおかつかっこいい形になってます。で、ゲートに関して言うと、これね、リクシルさんのプレミアスゲートっていう商品なんですけれども、まあ、開閉式のシャッターゲートみたいなアイテムですね。これを入れることによって、まあ、車の盗難防止とかにもつながりますし、見た目も重厚感ある上に、さらにこうクローズ外光を成立させることができるアイテムなので、やはりシャッターとかクローズにしたい方にはおすすめの商品です。おしゃれだなと思ったりとか、こんないいなって憧れるってことは、やはり機能面もしっかり充実してますので、このあたりの見た目だけに意識を持ってかれず、使い勝手がいいかとか、防犯とかセキュリティね、このあたりもしっかりできているのかっていうところも頭に入れておいていただいて、構築していただけると良くなると思います。はい、ということでね、お庭をこうしたら素敵になりますよっていう方法5選お話をさせていただきました。反対に予算がないのに、まあ、NG のお庭の考え方トップ3というのもちょっとお話をさせていただきたいと思います。これはね、さっきの話と若干重なる部分もあるんですけれども、ぜひ聞いてみてください。やはり冒頭でお話したような中途半端な作り込みというところですね。まず予算がないのにもかかわらず、外光と庭作りを一緒にやってしまって、庭工事の部分をここまで予算かけずに中途半端で完結してしまうっていうところです。例えば200万円300万円予算で外交をやりつつお庭ってのは、多分ね、実質お庭にかけれるお金って100万もないと思うんですよ。ってなっちゃうと、結局50万それぐらいで庭を作りをやっちゃったっていう話になっちゃうので、であれば庭だけでも100万以上150万以上かけてもらった方が素敵にはなりますので、これもちょっとお話ししたいと思います。中途半端になると、さっき言ったウッドデッキもちっちゃくなっちゃうとか、で結局活用しないウッドデッキとかタイルテラスができちゃう、反対に全部砂利にしちゃうみたいなね、はい、になっちゃって遊べない庭になっちゃうとかもあると思います。であれば、ちょっと今からね、参考例ちょっとご紹介したいんですけど、こんな形にやってもらえればいいのかなと思います。これ実際のうちの現場実例なんですけれども、こういった形で広いタイルを作ってもらうことによって遊びやすいですよね。これお客さんと結構打ち合わせをしてたんですけれども、やっぱり家具ファニチャーを置いた時にでも十分に置けるスペースがあるかとか、置いてさらにバーベキューをする動くスペースがあるかとかね、このあたりもいろいろお話をしながら作りました。なのでね、奥行きもこういった形で3メーター近くあった方が活用はしやすくなります。なのでね、皆さんもお庭のタイルテラスとかウッドデッキのサイズっていうのを結構気にすると思うんですけれども、2人掛けのソファー置くだけでやっぱ2メーター近く取られると思うんで、プラス横を歩くと思うとそれ以上のサイズ感が必要なんですね。なのでこれぐらいね、サイズがあった方がいいと思いますし、用途に応じて変わると思いますので、もうそもそもウッドデッキやタイルテラスなんて階段としてしか考えてない、何もしないよっていうことであればちっちゃくてもいいんですけれども、そうじゃなくて大体の方がファニチャーを置きたいとか、小さいお子さんがいたら一緒に遊べる空間がいいとか、バーベキューできる空間がいいとかね、たくさん思うことあると思いますので、そこはね、逆算しながらこういった形で考えていただければいいのかなと思います。続いて2つ目、目隠しフェンスの活用です。こちらもね、よくお話をするんですけれども、結局ね、一番厄介なのが、目隠しフェンスを設置したんだけれども高さが低くて丸見えになっちゃったみたいなね、これは本当残念なパターンです。この目隠しフェンスっていうのはやはりね、高さがすごく大事なので、しっかり分かっておかないと危ないですよね。だいたい空想の中で話を進めて、実際現場でできたらなんか全然すん足らずでしたみたいなことはあり得る話だと思いますので、しっかりと逆算してね、考えていかなきゃいけません。いつもお話するんですけど、お庭に立った時に目隠しなのか、タイルでテラスの上に立った時の目隠し、座った時の目隠しなのか、家の中で立った時の目隠しなのかによって高さが全部変わってくるんですね。なのでそこも逆算して構築した方が間違いないです。
お庭もね、これは、ね、高さ1800くらいのフェンスだったかな、お庭に立った時に目隠しできればいいということだったので、まあ、そういったサイズ感で設計しました。なのでね、人工芝も広いですし、遊びやすい空間を作りつつ、プライベート性の充実、ここも考えてます。でこれもですね、さっきの話、やはり予算ねない段階で中途半端にこう予算考えながら目隠しやっちゃうと、どうしてもね高さの低いフェンスの方が安かったりしますので、妥協してこれぐらいでいいかなってつけちゃったりしたら、後々いやもうちょっとあればよかったみたいな後悔につながっちゃいますのでね、これも注意が必要です。続いて最後3選目、照明の削減です。やはり照明も同じなんですね。1個あたり 4,5 万5万近くかかったりしますね。なんだかんだ照明代と配線代、取り付け費とかね。そうなった時に結構こう皆さん予算オーバーしてる方多いので、照明は削減対象になりがちですね。ただ照明っていうのは後々電気波の配線を通したりするのは難しかったりしますので、あらかじめ配線を引いとかなきゃいけなかったりとか、まあ、ソーラーライトとかでもいいんですけれども、ソーラーライトだと効力弱いので LED のしっかりした電気の方が良かったりします。まあ、そうなった時にやっぱり後から欲しいってなっても配線が難しかったりとか、設置できなかったりするケースも多々ありますので、であればちゃんとね初めの段階から計画をして設置をしてもらった方がいいのかなと思います。で照明もね、スポットライトとか階段の間接照明とかたくさんありますので、適宜いい感じの場所になるように配置しなきゃいけないんですけど、この写真とか見てもらったら分かると思うんですけど、花壇とあの植栽のスポットライトで階段の間接照明という形でまばらに配置をしてますね。どこがいいのかっていうのも考えつつなんですけれども、ガーデンデザイナーとかにねご相談しながら配置してみてはいかがでしょうか。あとあとね、さっき言ったように設置もできないですし、照明があるメリットって大きくて、夜景が綺麗にもなりますし、防犯対策にもなりますので、あって困るものではないです。後から欲しいってなってもあのどうしようもないんですけど、最悪つけて眩しいとかだったら外したりとかできるじゃないですか。後々のことも考えてちょっと配線はね難しいかもしれないんですけれども、外交の計画の時に入れ込んだ方がいいと思いますので、これもぜひね覚えておいてください。はい、ということでね、本日はおしゃれな庭ってなんだろうっていうお話をねさせていただきました。まあこれをやめた方がいいよとか、もっとこうした方がいいよっていうところを踏まえてお話をさせていただきましたので、皆さんよくわかったと思います。で今ね新築外交で庭も一緒に計画している方がいれば、まあそこもね予算配分考えてもらったりとか、あとあとね庭工事は庭工事で別途発注しますとかね、それでも全然いいと思いますので、よかったら皆さんのねご意見をねコメントの方で教えてください。今日の話を聞いて分かんないことあれば何でも大丈夫ですし、僕も見させてもねもらってますので回答させていただきたいと思います。はい、ということでね、本日の動画良かったと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。またね概要欄の方に全国のフランチャイズ加盟店様の概要欄貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。こちらですね、一応審査制で加盟店様もすごく今毎月面談してるんですけれども、はい、よかったら気になる方いたらご応募ください。他にも概要欄の方に公式 LINE のリンクが貼ってあります。登録していただきますと豪華5大特典をプレゼントしています。まず1つ目はオリジナル施工事例集全90ページの大ボリュームの特典となっております。2つ目は基礎商品特集全80ページの初心者必見特典となっております。3つ目は特選商品特集、4つ目外交チェックシート全35項目、5つ目は登録者限定動画のプレゼント。他にも動画でお話しできないような内容もこっそり公式 LINE ではお話ししてますので、見逃したくない方は今のうちに LINE 登録をお願いします。またこのチャンネルでは失敗しない、後悔しないための外交作りについて情報発信しております。それではまた次回のところでお会いしましょう。またね。はい、ということでね、お庭について今日お話をしたんですけれども、やっぱり庭作りって難しくて、その時の計画、ライフスタイルによっても変わりますよね。お子さんも育って庭で遊ばないとかであれば、コンクリートとか雑草が生えない庭にしちゃってもいいと思いますし、反対に今ねまだお子さんいないけど将来的にもうすぐ生まれますとかであれば、ちょっと遊べる空間にしてあげた方がいいかなと思いますし、絶対リフォームをしないっていうのは難しいかもしれないんですけれども、ある程度ちょっと先を見据えた形で作ってあげると後悔なくね満足いく庭ができると思いますので、この辺りも考えて構築できるといいでしょうね。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。またね。